それではドラクエ2続きやっていこうと思います。では前回カインがね、ハーゴの呪いによって倒れてしまいましたので、でね、このおじさんに話しかけたら世界中の歯でお仲間を助けることができるかもしれんぞということだったので、世界中の歯を今回は取りに行こうと思います。で、世界中の場所はずっと東の海の小さな島に生えてるそうなので、船旅しましょう。で、船がね、この町の近くまで来てなかったんですよね。で、それでレベル上げの時にね、一回死んじゃいまして、で、それでデスルーラしたら、船がこのベラヌールの近くに止まってました。はい。そう、ここにあるのでね。ここからドンブラこと東に向かっていきましょうか。で、世界地図的には、今めっちゃ西の方なので、ここから東に向かえという話ですよね。ここもどんぶらこどんぶらこ行けばいいのかな。この島とか気になるけど何もなさそう。よいしょ。もうしびれクラゲにね、パンチされて死にました。やっちまったよ。ずっと東って言ってたから、ここではないのかな。違うっぽい。もうちょっと左、東か。ホドラッキー、そう、こいつの、ルカナンに巻き込まれた挙句、しびれクラゲ4匹とかいて一緒に。いや、そいつはね、ポポポポポーってパンチされて死んじゃった。はい。なんだろう、コンボ、ほう。マップ的にはこう右下部分なのかな、なんかいろいろちっちゃい島あるもんね。そこら辺なのかなと思います。なんか街がある。ここは？みんな私だけを残してどこかに行ってしまった。うえ、寂しいよ。あ、金の鍵じゃないといけないのか。ケインケイン。街のようで街じゃなかった。ここね、はい、了解。じゃあ戻りましょう。起きろ。じゃあここで世界中の歯を使ってあげればいいかな。はい、運は世界中の歯を煎じてカインの口に含ませた。なんとカインの顔色がみるみる良くなっていく。ありがとう、僕はもう大丈夫だ。心配をかけて悪かったな。さあ行こう。何だったんだこのイベントは。何だったの。まあでも元気になったようでよかったわ。はい、もう倒れるんじゃねえぞ。ハーゴの呪いが解けた。これトロフィーもらえるんや。うん、太陽の紋章は、あれ、炎の祠と呼ばれる場所に太陽の紋章があるという話です。炎の祠というのですから、きっと炎が真っ赤に燃えて、あれ、これとやっぱ取ったような気がするんだけどな。よし、復活した。え、またこれ倒れるんじゃないの。え、じゃあなんかここの宿屋で泊まるのやめとこう。なんかちょっと怖いな、倒れちゃいそう。自ら大進化の大人のハーゴにいつか天罰が下るでしょう。うん、セーブ変えときましょうかね。いや、よかった。ルアラリミト要因いないとマジで不安だもんな。で、これは大丈夫だよね。さあ、じゃあ、2個目の紋章を取りに行きましょうか。デルコンダルの王様が月の紋章を持ってる。まあ、デルコンダルってところに向かえばいいかな。はい。では、参りましょうか。どっち行けばいいんだろうな。まあ、とりあえず船あるから船に乗って行ってみましょうか。この祠は？お、待っておりました。どこの陣は王子様にお教えすることがあります。実はこの世界には銀の鍵と金の鍵の2つがあり、扉にも2つの種類が。まず銀の鍵を見つけなされ。
サマルトリア西の湖の洞窟の中隠されてるという話です。じゃあ、おお、義の鍵は持ってる。え、じゃあ金の鍵の情報くんないのかよ。ちょっとちょっと歯つっかえいろんなところさまよってるんだけどね、なかなか目的地っぽいところが見つかりませんな。この下の大陸ってどうなってるんだろう。ちょっと見てみよう。お、ここから入れるっぽい。お邪魔します。ここ、さて来ました。お前も格闘試合に出るのか、くれぐれも命を粗末にするな。ん？また王様の格闘好きには困ったものです。この前も旅の選手をキラータイガーと戦わせて、その選手を大怪我をしてしまったんです。キラータイガー？ちょっと待って、あれ、ここお城の割にはさ、お城の割にはさ、なんか1000ポイントとかなくない？ここは？こんにちは。鍵が合わない、いけないじゃん。金の鍵見つけないと結構弊害があるな。なんかキラータイガーがなんたらって言ってたから、ちょっと回復しとこうかな。なんかバトルになりそうで怖い。よいしょ。薬草が湯水のごとくなくなっていくの。こっち？おう。あ、なんかあるじゃん。いや、よかった。施設こっちにあるのね。よかった、よかった。ガイアの鎧を探している。風の噂でこの辺りに不器用な親父が持っていると聞いたのだが。ここ預かり所、武器と防具。ふむふむ、セーブしたいな。ん？不夜吐き山彦の帰るところに紋章があるはずです。もか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 い。山彦の笛は精霊の歌声。城下町洞窟ほにゃーの祠、行く先々で笛を吹きなされ。笛を吹き山彦の帰るところに紋章があるはず。マジか。嵐の夜、一隻の船が財宝とともに海に沈んだそうです。なんでも財宝の中に山彦の笛もあったとか。あ、これ見つけないとダメなのかな。はい、ここはセーブが。占い師、はい。まあまあまあ、町じゃ町が見える。探し物はここより北西、人と人が出会う町にあると出たぞ。信じる信じないはもちろんそなたたちの自由、気をつけていきなされ。お、助かる、こういうの。ありがとうございます。もうこの牢屋に入れられて10年なら暇つぶし、いいこと教えてやろう。金の鍵を手に入れろ。遥か南の島ザハンに住むタシスンという男が持っているそうだ。遥か南の島。お、金の鍵の情報ももらいましたね。ありがたい。75ゴールド。ちょ、回復しよう。さっきちょっと薬草使っちゃったけど、MP がね。あ、ここの町、いい情報くれる人たくさんいるわね。ありがたいわ。さあ、ちょっと怖いけど、お話ししてみましょうか。はるばるデルコンダルの城によくぞ来た。わしがこの城の王者。もしわしを楽しませてくれたなら、そちたちに褒美を取らせよ。どうじゃ。はい、お願いします。なら、このスタジアムの真ん中まで進むがよい。こいつか？普通のワンちゃんに見えるけど、ガルルルルルル。あ、こいつね、キラータイガー。なるほど、わかりました。こういうのはマヌーサとか聞くのかな。マヌーサ、お、よし、オッケー。あー、でも攻撃食らんかい。マジか。はい、ホイミして出るかなんかけたいな。ちょっと待って、危なっ。よし、オッケー。あ、あれ、弱っ。
だけど、中ボスっていうのないのか、ドラクエ2って。あ、紋章来ちゃった。これ2つ目か、紋章4つでしょ。ってことあと2つ集めないといけないよね。その前ちょっと金の鍵欲しいな。塔じゃ、塔が見える。探し物はここよりはるかにし、孤島にそびえる塔の中にあると出たぞ。あ、ちょっとこれ、塔じゃ塔が見える。これちょっと喋っとこう、これ忘れちゃいそう。はるか西、孤島にそびえる塔の中。よし、オッケー。え、あとはもうこれか。はるか西、西の孤島の塔ね。あとこの人もちょっと喋っとこう。金の鍵、はるか南の島ザハンに住むタシスンという男が持っているそうだ。オッケーです。どっちから行こうか。西の塔から行ってみる。でも金の鍵欲しいな。じゃあちょっと探し物しましょうか。あ、ここですかね。だいぶ南の方まで来ました。あ、来た。漁師町ザハンにようこそ。今男たちは漁に出ていて留守でございますわ。あらら、春になればルークが、私の恋人ルークが寮から戻ってくる、帰ってくるんです。あー、ルーク、ルーク。もうルークといえばアビスですよ、テイルズ。ルークいいよね。海のどこかにサンゴに囲まれた洞窟があるんだって。その洞窟に入るには月のかけらがいるっておばあちゃんが言ってた。月のかけら、じゃあなんか情報量が多すぎてな。漁師になるんだい。とりあえずなんか占い師のばあちゃんの言うことを聞こうか、とりあえず。さ、金の鍵が多分ここだと思うんだよね、ザハンの。月のかけらが星空を照らすとき海の水が満ちる。この町に古くから伝わる言い伝えですわ。そのうち回収しそうだな、これな。道具屋さん、あそこの犬が吠えて袖を引っ張る。あらら、わん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 。え、何？あ、やったー。金の鍵、こんなあっけないところにあるわけ。嬉しいけどな。神殿を荒らす者には災いが降りかかりましょう。お、のー、ここは女ばかりの町じゃ。のー、実にのー、このエロじじめ。実はこの町の男たちの船が魔物に襲われて海の藻くずに。私はそのことを知らせに来たんですが。なるほど。え、あ、食らう。どんぐらい食らう？ボフ。あ、ムンちゃんだけ食らうのか。20、52、38。あ、やばい、ちょっと待って。あー、もうほんとバカ。もうやめよう。なんか危ないところには近づかないのが一番ですかね。よいしょ。もうほんとバカ。それ教会ってないのかな、ここ。やめとこう、やめとこう。もうちょっとなんか HP が上がったら来ようかな。ここにはな。こんにちは。ラゴスという男から追い求、ラゴスという男を追い求めて、テパの村からここまで来た。ラゴスは盗んでどこかの牢獄に入れられたと噂に聞いたのだが。ほー。回復したいわ。やっちまった。またもう二度目ぐらいだ。ここだけが、ラダトノとベラヌールの間に何かがあるんだな、町。なんだろう、ペルポイ？こんな町行ったっけ、私。あ、ここ。あ、開いた。キャインキャイン。開きましたよ。あー、町だ。武器と防具のお店と。ペルポイの町は、ここはロンダルキア麓の南、ハーゴの呪いが降りかかるのよ。町を地下に作ったんで、そういうことね。テパの村に羽衣作りの名人ドン・モハメが住んでいるそうじゃ。足も一つ作ってもらいたいもんじゃの。アマツヤナイトとかそういうのが必要ってことだよね。なるほど。じゃあ次はちょっとおばあちゃんの予言通りに。え、牢屋の鍵、
売ってないじゃん。欲しいと言っちゃ欲しいけど、この町で売ってるって聞いてきたのがとんだデマだったようだな。どっかで売ってんのかな、牢屋の鍵。ハーゴはまやかしの術が得意と聞く。しかし、もし大地の精霊ルビスの守りがあればまやかし打ち破れ。ルビスとか懐かしいわ、マジ懐かしい。すやすや、私は見た、町の北西ロンダルキアの麓で岩山が割れるの。あれは悪魔のなせる技。光らせよう。いや、私なんかドラクエ3よりは死んでないような気がする今のところ。うん、ドラクエ3も結構ね PS4 版だったんだけど鬼畜だったの。あ、ルークいるじゃん。しかしそれ以外思い出せないのです。気づいたらこの町の近くの海岸に倒れていて、神父様に助けられたのです。ザハンの町から来たんやで、お主。なんか送り届けてあげたいね。私はラゴスというのすっと牢獄に入れておいた。しかしラゴスは逃げ出してしまったんだ。一体どこからどうやって、不思議だ。あれ、なんか割となんかザハンの町とつながってるんだ、ここ。鍵が合わない。牢屋の鍵が欲しいね。宿屋。てかなんかセーブポイントがないような気がするんだけど。125ゴールドは高い。一人40。よし。お風呂はどこかしら。え、ボーイじゃないし、ここにお風呂がないんですって。まあ、なんでホテルなの？お風呂がないホテルか。泊まったことないかもな。私なんかカプセルホテルとか泊まったことないわ。どんな感じなんですか？カプセルホテルって。とりあえずおばあちゃんを信じて、はるか西にある島を探してみましょうか。ちょっともう一回、あ、違う、写メ撮ったもんな。ちょっと写真見ますわ。撮った写メを見る。ここよりはるかにし、孤島にそびえる島の中にあるって言ってたから、孤島にそびえるね。ってことは、島に島が生えてるってことだよな。だからちょっとそこから行こうかなと思いますよ。ちょっと探してこようかな。セーブもしたい。一回ローレシアに帰ろう。印、やった。ちょっと待って、くそ、ちょっと待って命の木の実1147ゴールド、力の種、やばい。ちょっと待ってよ、なんかいらないものはないか。悪魔の尻尾ってなんだこれ。悪魔がつけていた尻尾。じゃあ預けてこようか。いらないのは預ける。そっかそっか、金の鍵でここも開くようになってるんや。やったー。預かり所。もしかもなんか使っちゃってもいいかもな。売る、もしくは。清水とか正直使わないもんな。清水売るか。いらんわ。はい。はい。よし。これでちょっと種を。ゲットしよう。よっしゃー。金の鍵ゲットすると、いけるところ広がりますね。不思議な木の実。不思議な木の実は MP アップだっけな。そうだよね。MP 使うから。MP 使う要因、リンダにあげよう。よし。と、あとは、力の種。力の種はムーンちゃんだな。やったー。はい。はい。と、あとは、薬草。あ、薬草取っちゃった。命の木の実。ちょっと待ってよ。適当に使おうか。あ、違う。捨てる。ごめんよ。薬草捨てるわ。どうせ薬草戻ってこなかった。まあいいや。いいや。命の木の実どうしようか。リンダにあげようか。オッケー。待って、ロトの印ここで取れるんだね。
お父上も城の者たちのことは誠に残念であったが、そなただけは無事でよかった。これからはこのわしがリンダの父親代わりじゃ。困ったことがあったらいつでもわしに言うのだぞ。うん。ちょっとした会話がありました。よし。じゃあセーブしたので、はるか西にある孤島の島をちょっと探しに行こうと思います。ここはなんだ？はい、ずっと下がる。ちょっと島を探しに行く途中でね、なんか面白いとこを見つけたんですけど、これ永遠ループしてる？もしかして。あ、違う。なんだここ。あ、何もないよな。これもしかして紋章をはめるとかそういうことかな。え、なんかおいおい来そうになりそうですね。よいしょ。ごめんなさい、ちょっとした寄り道でした。で、じゃあちょっと塔を探しに行きます。そう、ロトの印をゲットしたから、ごめんね、ちょっと引き続き寄り道なんだけど、これかな。よっしゃ、ロトの兜やったぜ。伝説の兜をゲットしました。やったやったやった。これは強いでしょ。ロトの剣は正直ちょっといまいちの部分あったけど、ロトの兜、あ、やっぱ上がる。持ち物。鉄かぶと誰か持ってない？持ってないのか。悪魔の尻尾何かに使えそうな気がするから捨てられないんだよな。よし、適当に薬草使って、はいはい、やった。あ、ここじゃないですか、探し物。孤島の島、誰かに消えたかは知らぬが、サンタたちは紋章を見つけに来たのか。はい、紋章は物ではなく心の印、己の強さの中にその印が刻まれると聞いている。一体これはどういうことなのだろうか。ここですね。普通にモンスター出てきそう。あ、でもトエロスが効いてる、もしかして。あ、そんなことなかった。リンダはちょっとね、トエロス使いまくってたので、海渡るのに。あんまり MP 残ってないんだよな。いけるか。よし。このようです。ナイス回信。あ、ここ正解っぽいな。なになになに、びっくりした。普通に出てくるのかよ。はい、倒れて。なんかね、アンデッドマンっていうのがねめっちゃ強かった。まあ、それ以外のモンスターはそこまで強さを感じないんだけど、時折めっちゃ強い敵が出るって感じかな。怖い。ザオラルとか覚えないのかな、2の人物たちは。一直線にずっと登っておりますけれども、はい、こういうなんか色のついてる床ってダメージ床なんじゃないかなって怖くなるんですけど、あ、頂上かなこれ。ゴールドオーク強そう。ちょっとやめてよ。うおうおう、痛恨やめてくださいよ本当に。本意味、よし、人がいるからちょっと話しかけてみよう。紋章取れたらね、ここからもうさらばでいいんだよ。
私はずっと前からここでハーゴンの神殿を見張ってきた。大陸の真ん中、空にそびえる大地こそがハーゴンのいるロンダルキアだ。うん、空にそびえる大地。しかし普通の人間には足を踏み入れることすらできまい。ロンダルキアに入る手がかりを求めてその昔船で世界中を回った男もいたそうだが、ついに諦めてしまったということだ。え？あの紋章、紋章、紋章あれかな、あの他の紋章みたいに光ってるのかな、他の紋章っていうか、もう王様からもらったのもあるんだけど、なんだろう、違うみたいだ。ここ正解かなって思ったのに、じゃあちょっと探索し直しますわ。あ、どうしよう、じゃあちょっと今回ここで終わりにしておこうかな。では次回ここの塔の続きからやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。